皆さんこんにちは。今回は隙間時間に簡単にできるストレッチをご紹介していこうと思います。本日はデスクワークの方必見です。肩こりや首こり、そして腰痛でお悩みの方多いと思いますが、普段どのような姿勢でお仕事をされていますか？このように背中が丸まってしまうと腰に負担がかかってしまいます。また顔が前に出てしまい、肩が丸まっていると首や肩の筋肉が硬くなり、首こり肩こりの原因になってしまいます。このような姿勢にならないように隙間時間にストレッチを行いましょう。それではストレッチをご紹介していきます。レッツゴー。シュ、今回はお尻のストレッチを伸ばしていきます。右側のお尻を伸ばします。まず椅子を後ろに少し引いていただいて、右足を左足の上に乗せます。このままの状態で体を少し前に倒していきます。注意点としては、上体を前に倒すときに背中が丸くなってしまうと伸び感がなくなってしまうため、丸まらないように腰からしっかりと曲がって倒れるようにしていきましょう。この伸びている状態で 2,30 秒キープしていきます。1日3セット行えるといいですね。それでは実際にやっていきましょう。用意スタート。今右のお尻を伸ばしています。右のお尻の筋肉が伸びていることを意識しましょう。背中が丸まらないようにしっかりとまっすぐ胸を張るようなイメージでやってもらえるといいかなと思います。あと10秒です。頑張って。はい、 OK。 では今度は反対足です。よーい、スタート。右と左で左右差も絶対出てくるかなと思うので、硬い方を特に多めにやってもらえるといいと思います。ただ30秒以上伸ばすのではなく、30秒を2セット行うなど数を増やしてやってみるといいと思います。まもなく終了です。頑張って。はい、 OK。 では皆さんも隙間時間にぜひ行ってやってみてください。バイバイ。